アルチャム来てるわ。2人上から援護するわ。知らせないと。 B 班、中庭と発電機室の警備を続けろ。 A 班、風力タービン区域を調べろ。そこで無線が途絶えた。護衛は何人いるのよ。いるかもわからねえ敵に備えるってのは。戦闘が100倍も走れて、なんで今日はいるだけ。行ってみてこいよ。A 班、発電機室に配置転換だ。隠れ家の前方に進めそうよ。英雄になって去る必要ないわ。奴らが去るのを待ちましょう。そして何なのか、警戒レベルが高いんだ。バンキーは歩き回ることさえ許されない。じゃあ代わりにお前が機関車の整備をしてくれるのか。一体今日はどうしたんだ。
なんで今やる必要がある？明日の出発はキャンセルされたんだぞ。黙ってじっとしてろ。片付いた。また会えて嬉しいぞ。怪我はない？ああ、大丈夫だ。今は話してる場合じゃない。奴らが戻ってくるぞ。俺はエンジンルームに行く。準備はできてるはずだ。お前は上に登って回転盤の電源を入れるんだ。くれぐれも注意してくれ。全兵士を相手にすることはできない。一緒にやりましょう。二人は射殺して、運転手は。おいおい、二人を射殺？一兵士が口出しをするな。ここは大佐に判断を委ねよう。大佐、こちらの状況を報告します。オンの父さん、みんな、私たちを助けて。どういうことだ。あれ
チャム。お前らなんでここにいるんだ。なんてサプライズだ。これは軍法会議ものですよ。分かってますか。おい、全員黙れ。信じられない、こんなことが。クソ、これが真実なの。あいつらと共謀しているの。黙ってろ。どうやってここに来た。ああ、もうどうでもいい。お前がどこに首を突っ込んだか想像もつかないだろうな。もう打つ手がない。ハンザがおとなしくしているわけがない。その通りだ。感謝。いいえ、黙ってられないわ。この妨害装置は何なの。モスクワ以外にも生存者がいることを隠す理由は。あの谷底には人々がいる。他の町の殺された、全員、女も子供も。後で話す。おい、外の様子はどうだ。線路は問題ありません。少なくともあと100キロほどは。近くに安全に停止できる場所はあるか。ありますとも。ただ急いだ方がいい。警備車両を呼んでるはずだ。よし、みんな、アルチョムとアンナがとんでもないことをやらかした。彼らはモスクワに戻れなくなった。戦時立法では彼らは死刑だ。いずれにせよ、ほとぼりが冷めるまで町の外に出さないとならん。だが他の者は残れ。わかるな。部下を危険にさらすわけにはいかない。そういうわけにはいかない。とは誤解がありますよね。俺は何があっても二人のために戦う。そうだ、アルチョムもアンナも仲間だ。誰も見捨てない。我々以外に誰がやる。分かったよ、スパルタン。こいつらを投げ捨てて全速力で発進だ。外の空気を吸いに行きましょう。みんなが助けてくれて本当によかった。命令だからじゃなく、みんなの意思でそうしてくれた。戦争で全て焼け野原になったと信じたまま、20年もの間メトロで過ごしてきた。でも奴らがあの妨害装置でモスクワを囲っていたなんて思いもよらなかった。必死になって地上を探索していたのに、父さんはずっと嘘をついてた。騙していたのよ、私もみんなも。ただの警告だ。応じなければ射殺する。あの装甲を見ろ。マシンガンまで装備してやがる。どんな気分だ。俺がお前が望んでいたことだ。彼のせいじゃないわ。全て隠して。俺が最後の警告だ。今すぐエンジンを止めろ。あ、くそ、かすり傷だ。置かれている状況を理解したようだな。そのまま速度を落として止まれ。グレネードを投げても塗装が剥がれる程度しか。じゃあ中から投げ込む。爆発物が足りません。あるもの全てを奴らの過失に投げ入れることができれば。あるいは大佐、俺にやらせてください。分かった、立候補者を募ろう。アルチョムもお前がいて。なぜ帰るの。こいつが全ての元凶だ。代償を払ってもらう。アルチョム、減速したらすぐに飛び移れ。私が気を引いておる。アーコール、お前なのか。そうだ、諦めろ、ミラー。逃げ場はない。お前はここを知らないだろ。俺たちは知ってる。こんなに遠くに行くつもりはない。町の外の喧騒から離れた場所に行きたいだけだ。そしたらいきなり発砲しやがって。一度止まったら行かせてくれるか。お前を拘留する必要がある。そして裁判を受けさせる。自分が置かれた状況くらいは理解してるんだろう。断層および反逆罪だ。ふざけてるのか。私が裏切り者だと。なら答えろ。その列車でどこに行くつもりだ。ドライブにでも行くつもりか。いや違う、答えは一つ。お前は金で雇われた。そしてご主人様の元に戻るんだろう。もう判決は出たってことか。
裁判など取り行われるわけがない。もう黙れ。何を隠してる。リズカ、防衛計画か。余生を過ごすための海沿いの一軒家でも買うつもりなんだろう、この神奈人間め。計画反逆。もう何年もお前らに従ってきたんだ。お前らのために血を流してきたんだ。裏切り者め。奴らは俺たちを攻撃した。そしてお前は。私は生まれてからずっと兵士だ。人生を人々に、祖国に捧げてきた。だがお前のような寄生虫に捧げる気はない。アルチョン、よくやった。そうだな、よくやったアルチョン。その調子ですか。ユニット3人、準備しろ。時間切れだ、ミラー隊さん。待てよ、減速してるじゃないか。ブレーキがいかれてるんだ。心配ない隊さん、我々が手を貸してやる。私たちは完全に裏切り者になった。完全なる敵になっちまった。モスクワから100キロメートル離れた地点でガイガーカウンターを確認した。どういうわけか数値は全て安全域だと示した。信じられないくらい嬉しいはずなのに、みなそうは思えなかった。全員次に何をすればいいのか分からず混乱していた。僕は答えを待っていた。つい先日まで絶対的な信頼を寄せていた司令官の口から説得力のある言葉が聞けること。